ちゃいるんだから。食べたいものも、見たい景色も、どんなことだって、必ず叶えるもの。大盤振る舞いだね。夢って、本当に便利。あら、現実かもしれないでしょ？現実なの。もしもの話だわ。叶うなら、夢だよ。叶わないから現実なんだ。無粋なこと。夢か現実かなんて、どちらでもいいじゃない。それに、叶うんじゃないわ。叶えるのよ、私が。お間違いなきよう。そうだね。ありがとう、リンク。どういたしまして、デイジ。子供の姿は、もうやめたの？遊ぶの、嫌になっちゃった？負けちゃったからね。次はどうしようか悩んでるんだ。どうやったら楽しくなるかな？何をしようかな？もっと遊びましょう。どん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 、楽しくなるわ、天使。きっとよ。どん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 。どん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 。そっか。そうだね。ねえ、遊ぼうよ。時とは弟の世話だろ。いいから行こうぜ。あ、そっか。ごめん、また今度な。何する？そうだな。氷鬼。氷鬼？うん。それは、美味しい？可愛い？カラフル？かき氷じゃないよ。美味しくはないね。楽しい。いや、楽しそう、かな。知らないの？知らないんだ。知らない遊びなのね。わかったわ。叶えてくれる？叶えるわ。いいわね。叶うのではなくてよ。お間違いなきよ。クロックオーバーオルケスタ、フォルテ。次の遊びは氷鬼。氷鬼？ルールは簡単。凍っている相方を巨大なデパートから探し出してタッチ。タッチすると凍っている相方は溶けて動けるようになるよ。仲良く二人で一緒に屋上のゴールに来てね。二人一組のペア戦だよ。ペア？ペアって言うと、二人で一組とかそういう。まさにそう言っているね。ペアというのは、つまり二人で協力して希望へ向かうということでしょうか。まさにそう言っとるな。今までは一対一だったが。まったく面倒だな。僕は一人で構わないんだけど。まあまあ、しかし今ここにいるのは七人だ。ペアを組むには一人足りないね。だから別に僕だけ一人でも。ねえ、あそこ。あ、いた！もう一人！はあ、爆睡してる。危機感ないね。ちょんちょん。唐揚げ。どんな夢を見てるんだろう。美味しそうな色だな。色？さあさあ、ようこそようこそ、楽しい氷鬼を始めよう。さあさあ、次のステージへ。なんだよ、うるせえな。ああ、起きましたか。おはようございます。おはようっす。で、誰君？
ここどこ？あわ！またガキの姿じゃねえか！夢かよ。うるさい。また唐突に、わけのわからん戦いが始まったな。ねえねえ、交流にって何よ？聞いたことないわ。誰か教えてちょうだい。凍った相方をどうするんだっけ？ぶっ飛ばすんだっけ？タッチだよ、タッチ。本来の氷鬼はじゃんけんで一人鬼を決めて、鬼が10カウントする間にプレイヤーは逃げるんだ。鬼に追いつかれてタッチされたらその場で凍ってしまう。ふむふむ、分かってないでしょ。凍るっていうのは何も本当に凍るわけじゃないと信じたい。この世界でのルールはわからないけれど、まあつまりは動けなくなるってことさ。他のプレイヤーのタッチで凍った状態は解除されるから、いち早く仲間に助けてもらうことが肝要だね。タイムリミットまで一人でも逃げ続けられたらプレイヤーの勝ちで、全員を凍らせることができたら鬼の勝ち、というのが僕の知っている氷鬼だ。この世界でのルールはわからないけれど。とりあえず鬼さんから逃げればいいということですね。では鬼ごっこと一緒ということですね。こっちもわかってない。それってつまり全滅もありえるってことじゃ。抱きつかないでよ、最低。なんで。通常のルールとは若干異なるんだね。やってみればわかるか。うん、ふむ、それもそうですね。クマさん、その他に言い忘れたことはありますか？なければ。待て待て待て、絶対落とし穴あるだろこれ。つが、結局先着何名様が勝つんだ？大事なこと言い忘れてんじゃねえの？二人一組の四チームに分かれて二試合行うよ。つまり多分四人が勝ち上がることになるね。なるほど。誰も勝ち上がらない可能性もあるということかい？ふふふふふ。鬼はどこにおるんや？敵を切ればええ話やろ。わあ、その物騒さが今ばかりは心強い。いい質問だ。鬼はデパート内のどこかに潜んでいて、ゲームが始まったらみんなを凍らせるために追いかけてくるよ。もちろん切ってもいいんだけど、君は切れないと思うな。どういう意味や？はい。相方は選べるの？チームは決まってる？まさか何も決まっていないとは言わないわよね。おい、まさか。それじゃあ話し合いの時間だよ。誰とペアになるか、みんなで決めてね。丸投げかい！決まったら呼んでねー。こら！無責任だぞ！逃げんな！おやおや、困りましたね。いやだー。花火が綺麗ですね。そうですね。この感動はどんな場所にいても味わえるものなんですね。そうでしょうか。ええ。たまや。たまや。ほのぼのしてんじゃないわよ。おや。すまん。たく。いつまでも夢の中ってわけにもいかないもんね。誰とペアになるか考えなきゃだね。でもでもさ、組み分けってもね、知らない人ばっかりだし、何を基準にすればいいのかしら。まずは自己紹介かな。自己紹介？わざわざ用意された遊びに付き合う必要ねえだろ。
どういう意味？戦う相手は俺たちじゃなくて、あのクソ人形。この世界そのものだろ？無駄に付き合う必要ねえってことだよ。じゃあ聞かせてもらいますけど、夢の世界なんてトンチキな場所に来て、帰る手立てがなくって、何が何だか情報もなくって、一体全体どうしてほしいわけ？反対するからには、いい案の一つや二つや百個ぐらいあるんでしょうね。同意。何もしないよりは、ゲームを進めたら何かわかるんじゃないの？知らないけど。戦う理由は、人それぞれだしね。わかんないけどさ、わかんないけどさ、さっきのクマくんしか手がかりがないんだし、一旦前向きな姿勢だけでも見せるっていうのはどうかな。ほら、浮気調査でもあなたの味方ですって言い切るのが証拠を押さえる上で一番重要じゃない？まずは言う通りに動くっていう姿勢を見せて、その後のことは…だーもう終わったよ。思い通りに動くのすげえ嫌だけど、組み分けしようぜ。自己紹介だったよね。僕からでいい？と早くやっちゃいましょう。まずは私、リッカよ。リッカちゃん、言わずもがな、一番可愛いのは私。さあ、パートナーになりたいと思う人は順番にアピールしてちょうだい。ちょっといいかい？ん？はっきりさせておこう。このゲームにおいての肝はそれぞれが持つ魔法だ。名前よりも見た目よりもよほど重要だ。自分の魔法との相性もあるし、明かさないことには始まらない。どうかな、レディ、教えてくれるかい？待って、ゲームがここで終わるとは限らない。この後も続くとしたら、手札を明かすのはリスクじゃない？まずはゲームを乗り切ろうよ。勝たなきゃこの後も何もないんだし、なんて。全員が正直に言えば問題ないんじゃない？戦いが続いたとしてもみんな知っていたらフェアでしょ？それもそうね。じゃあみんな行ってきましょう。私はコントローラーよ。対象物を定めて自由に動かすことができるわ。無機物限定だけど、それだけっちゃそれだけなんだけど、でも便利よ。手足のあるものを動かせば遠くのものを取ってこれたりするもの。遠隔操作か。サイコキネシスに近いね。他には？それだけよ。動かせるだけ。そう、ありがとう。次は僕だね。ニカと呼んでくれ。魔法はこれ、トランプさ。特別制でね、引いた数が大きければ大きいほどちょっとしたラッキーが起きる優れもの。補助的なものだね。物を動かしたり直接的な干渉はできないから注意かな。ラッキーか。おじさんはアンラッキーだからちょっと羨ましいな。さっきの子みたいに便利というわけにはいかないけどね。難しいんだね。次は俺いいかな。つゆりあずまです。つゆりでもあずまでも大丈夫。魔法はこの万華鏡で、とこんな感じで万華鏡を転がすと柄が変化するみたいに景色が変わって、つまり瞬間移動ができるって感じ。ただし認識できる範囲に限定されるみたい。もっといろいろ試してみたいんだけど、うっかり壁に埋まって体が真っ二つになったらって思うと怖いから試してないです。以上。ミト。え、それだけ？あずさはミト、歌だけちゃんと聞いてくれればそれでいいから。はあ？何？こういうやつなんでまともな対応は期待できないかもっすけど、でも歌だけは歌えるんで。オルゴール。周りのノイズを吸い込む。次どうぞ。あ
あっさりしすぎじゃない？まあまあ、次は私でよいでしょうか。はい、私は春見和人と申します。気に入ってはいるのですが、春見だと少し女性らしい雰囲気なので、気軽に和人と呼んでください。この折り紙で魔法が使えるみたいです。一つ一つ大切に折ることで命が吹き込まれます。先ほどの万華鏡の方と同じく、何も試してはいないので、それ以上は何とも。すみませんが、どうぞよろしくお願いします。あの、はい。いえ、私の勘違いです。ヤイロです。サイコロの出目に応じて刀が出ます。お、かっこいい。他には何ができるの？以上。みんな淡白だな。俺はいろいろ試しちゃったから不利かも。まあいっか。はじめましての人もそうじゃない人も、コノエです。よろしくね。一見普通のクレヨンなんだけど、触れると色に応じた感情を引き出せるよ。体じゃなくて心に干渉する感じかな。直接的な作用はないけど、行動に影響するから厄介かも。それに混ぜると混ぜた分だけ色が増えるから、感情のバリエーションもいっぱい。試したい人がいたら言ってね。地味に一番嫌かもしれない。触ってみる？遠慮する。ふわ、時人、魔法は、驚くことに何もない。何ももらってない。そんな目で見ないでくれ。ないったらない。あと俺はゲームで勝ちたいわけじゃない。もちろん負けたら元も子もないが、とにかく黒幕を引きずり出してこの世界を終わらせたいだけだ。協力してくれるってんなら声をかけてくれ。あんた叶えたい願いもないの？その通りだ。強いて言うなら、この狂った世界を終わらせたいってのが願いだ。大前提の話だが、敵はここにいる人間じゃないってことだけ分かってほしい。戦うだけ無駄だ。じゃあ願いを叶えるまで終わらせたくない人は、あんたの邪魔しなきゃいけないってことだ。ま、わかる、わかりすぎる。無理やり連れてこられたんじゃないのか？このまま失い続けて一体何のメリットがあるんだ？そう簡単な話じゃないよ。人は何かにすがらないといけない時もあるからね。さあ、二人組を作ろっか。けったいな。